どうも皆さんこんにちは、まみむんです。ということで今回はマインクラフト 1.18 の新しい山岳の生成方法と変更点について紹介していきます。そしてチャンネル登録者数20万人を目指して頑張っているので、動画が少しでも参考になったと思ったらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それでは早速見ていきましょう。険しい山頂が登場しました。ということでこのようにね、山頂付近がギザギザした山が生成されるようになりました。マッターホルンのようにね、非常に尖っている場所もあって特徴的です。バイオーム自体はこれまでのスナップショットで追加されたものですが、一部このようなギザギザした険しい山が生成されます。またプレイヤーが山頂に様々な建築ができるようにスペースを確保するため、 Y260 を超える山は生成されないようになりました。 Y260 を超えようとする山の生成は高原に切り替えられます。そしてこのようにね、山岳と山頂のバイオームが少し大きくなりました。生成に関する様々な変更です。まずは鍾乳洞が入り口に出てしまうとき、草ではなく石の表面に変わるようになりました。砂漠、サバンナ、荒野などの乾燥した場所に小さな湖が生成されなくなりました。またその他のバイオームでも小さな湖が減少しました。湿地の濁った水が海に流出していたため、湿地を少しだけ内陸に移動させました。湧き水が土や雪などのより多くの種類のブロックで生成されるようになりました。そのため小さな渓流や滝が生成される可能性が高くなりました。また繁茂した洞窟にもこのように生成されます。荒野のサイズがこれまでより少し小さく生成されるようになりました。ただまだまだ広大です。スナップショットで消されていたジャングルの端が再度追加されました。ですがマインクラフト 1.18 から小さなバイオームも生成されるようになったため、ジャングルの端っこ感が薄れてしまっていました。開発者のツイートではジャングルの端を消すか残すかというね、投票が行われていますが、残してという意見が多いため、ジャングルの橋というバイオーム名が解明され残されると思われます。ということでいかがだったでしょうか。今後も様々なスナップショットなどの最新情報をお届けしていきますので、動画が少しでも参考になったという方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。